はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ナミエチャンネル第13回始まりました。絵文字タブレットの開発を担当しております山田と申します。はい、ナミエ新聞編集長の主張です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では本日最初のコーナーです。写真投稿コーナーなんですけれども、今桜の台で写真投稿していただいているんですが、本当に毎日たくさんの桜写真、はい、いただいております。30件以上来てますよね。桜前線もあと1週間くらいというところですので、残りの、悔いのないようにどんどん投稿していただければと思います。皆さんからの投稿まだまだお待ちしていますので、よろしくお願いします。お待ちしてます。はい、山田さん、何か気になったものありますか？はい、他に僕、個人的に気になったのが、雪うさぎについて、雪うさぎっていうものについてちょっといくつか投稿されてほしいんですが、山田さん、雪うさぎご存知ですか？言葉だけ知ってたんですけど、中身はよく分かってなかったんですけど、これはですね、福島市の東山が残った雪の形がウサギの形に見えるんですよ。うん、福島市から東山を見ると綺麗なウサギの形に見えるので、ぜひ見に来てください。ありがとうございます。はい、あ、ちょうど今雪時計の時期だから、ちょうど 今が綺麗に見える時期なんですね。はい、福島市民なら全員が知ってるかと思います。波からは見えない。見えないですね。はい、福島の。そうですね。福島の国道4号線から、はい、綺麗に見えますので。うん、ちょっとじゃあ、行くついでに見てみたいと思います。はい。はい、次にですね、波ニュースのコーナーなんですけれども、はい、今週から何回かにわたって、4月から波江の町役場に新しく入庁された職員の方をインタビューしていくという動画を撮影していますので、今日はまずお二人、はい、我々と同じ復興推進課に所属するお二人をインタビューしましたので、ご覧ください。どうぞ。簡単に自己紹介をお願いします。復興推進課の財政係に配属されました本野泉と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。出身はどちらですか？浪江町出身です。浪江町の対馬地区の赤荻というところです。役場の印象はいかがですか？入庁する前はもっと皆さん、お堅い方ばかりなのかと思ってたんですけども、うんうん、私もほとんど役場に来る理由って書類もらいに来るぐらいしかなかったんで、接することなかったんですが、お話ししてみると皆さんいろいろ個性をお持ちの方が多くて、楽しい職場だなって思ってます。はい、ありがとうございます。この浪江の役場で働こうと思ったきっかけって何だったんですか？働こうと思ったきっかけ、応募って言うんですかね。はい、私もともと出身は東京だったんですけども、中学の時に親の仕事の関係で浪江に1回転校してきて、でその後また大学とか就職で出てっちゃったんですけど、また仕事を辞めて1回浪江に帰ってきて、こう2回浪江に受け入れてもらったっていう思い出があるんで、そういった浪江を震災でなくすのはちょっと嫌だなって思っていたのが、だんだん浪江に帰りたいっていう気持ちに変わってきて、はい、だんだん守っていきたいなって思うようになりました。素晴らしい、ね、素晴らしいお言葉をいただきありがとうございます。一緒に頑張りましょう。はい、というわけで、これから、長い役場生活というか、会職員生活になると思いますが、これからの抱負をお聞かせください。浪江の復旧復興の話とだいぶリンクしてくると思うんですけれども、今のところ帰れる見込みが、私の対馬地区は立たないんですけど、私ぐらいの世代の人間が浪江に帰った方が復興は一日でも早いのかなって思うんで、やはり私が先陣を切ってまず浪江に帰って、みんなが暮らしやすい町づくりの一助になれるように頑張っていきたいなって思ってます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、復興推進課情報統計係に配属になりました井上隆と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。情報統計係ということで、僕らと一緒の係なんですが、まず入ってみて役場の印象というか、僕らの課とか係の印象どうですか？そうですね、やっ
ぱり私も役場というのは本当に真面目に皆さん必死に、まあ、お仕事されて、まあ、日々やられていると思うので、あまりこうフランクに喋ったりとかっていうのは印象はあんまりなかったんですけど、まあ、皆さん本当に、仲が良く、おしゃべりもかなりいいのかっていう問題がありますが、まあ、まあ、まあ真面目にもうね、そうやってますが、真面目に、あ、フランクに非常に、はい、フランクにね、はい、率直に話してやってますね、はい、すごくいい職場だと感じております、はい、ありがとうございます。森山、その中で浪江の役場に入ろうと思ったきっかけっていうのは、はい、やはり、まあ、私が大学生の頃に震災がありまして、うん、まあ、当時テレビ等でかなりその街の状況等も、流れてきてまして、うん、でその後私が公務員を目指し出してから、郡山市の方で B1 グランプリ、あ、そうか、ちょうどその頃、ね、はい、その頃に、浪江焼きそばを、うん、私もいただきまして、そういう土地があるんだなというところで、ぜひお力になりたいと思いまして、こちらの方でお世話になることになりました。はい、はい、まあ、これから、まあ、役場の生活、役場で働いていく中で、はい、抱負をお聞かせくださいので、はい、私はもう本当に入りたてでまだまだ新人ですし、皆さんにご迷惑をかけるようなこともあると思うんですけれども、自分なりに、まあ、町民の皆様と直接お会いすることはあまりないかもしれないんですけれども、うん、その役場の方々がお仕事しやすいように、サポートできるような人間として成長していければなと思っております。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで、はい、すごくフレッシュな顔ぶれですね。そうですね、二人とも若々しい、若々しいですね、かつ、はい、希望にあふれてるというかね、うんうんうん、はい、これからが気にあふれてて、楽しみですね、楽しみですね、はい、一緒に働くのが本当に楽しみになりました。はい、はい、では広報浪江ピックアップのコーナーなんですけれども、今日は復興推進課課長補佐の千葉さんをお迎えしています。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、というわけで、まあ、最近の話題というと1年後に約1年後に控えた避難指示解除だと思うんですけども、今回は避難指示解除に関する有識者検証委員会というものについて解説をしたいと思っております。ではまず概要をご説明いただきたいんですけども、これはどういったものなんでしょうか。浪江町は平成29年3月に、国が避難指示解除を予定しております、その中で、避難指示を解除するにあたって、現在浪江町は、どういった問題があるか、どういったことをやっていかなくてはいけないかということを、有識者の方に、その課題についてですね、いろいろ議論していただいて、の事項について取りまとめが行われたところでございます。その中身につきましては大きく分けて4分野になっております。一つは除染の項目です。まず除染の中でも一つは居住エリアの除染の実施ということで、現在避難指示解除準備区域とそれから居住制限区域において除染が実施されております。でこの区域において、帰還に向けた準備宿泊が実施されるまでの間において、除染を一巡させること、それから、学校や通学路など子どもの生活エリアについても徹底した除染を行うことが挙げられております。それから2つ目が追加的な除染の実施ということで、除染を実施したところについてもまだ線量が高いところ、それから取り残しなどその除染の効果が維持されていない箇所を確認して追加的に除染を取り組んでいくことを掲げられております。続きまして3つ目が長期目標1ミリシーベルトに向けた継続的取り組みということで、浪江町は、除染計画の中で、長期的な目標として、1ミリシーベルト以下になるということを計画で謳っております。そこを目指して、国県町が一体となって、線量低減に対する取り組みを確実に実施することということで、3つ目の問題点として掲げられております。4つ目が
帰還困難区域の除染計画の策定ということで、浪江町の大部分が帰還困難区域になっておりますけれども、そこがまだ除染を実施されてないということ、まだその除染だけでなくその除染の計画も立てられていないということで、その除染計画の策定を国に対して、強く要請しなさいよというような中身になっております。5つ目が除染廃棄物の原用化の検討ということで、現在浪江町では、除染廃棄物の仮置き場が一つの行政区に一つというような形で、それぞれ、の行政区の中に、多数仮置き場が設置されておりますけれども、そういったものを早期に解消できるように、原用化施設や、それからリサイクルの施設を作って、できるだけ解消、早期に解消できるような取り組みを検討するというようなことが挙げられております。次に大きな分野ですけれども、インフラ復旧というのがあります。ここの中には震災で壊れてしまった上水道関係の施設、それから下水道関係の施設について、帰還要望のある町民の居住エリアを優先的に整備していくことを、全体を整備することはもちろんなんですけれども、町民の居住するところを優先的に整備することということで、出されております。それから、JR 常磐線の全線復旧に向けた継続的な取り組みとして、常磐線が早期開通するように国に求めていくことが挙げられております。はい。それから、次に生活環境整備ということで、医療施設及び医療従事者の確保ということで、浪江町では、診療所を浪江町に、整備する予定になっておりますけれども、国、それから県、町が一体となって、そこで働く医師、それから医療従事者を確実に確保することが挙げられております。続きまして、介護サービスの段階的環境整備ということで、介護サービスにおいてはその民間事業者が行うことになってますけれども、民間事業者がその本来サービス提供が可能となるまで、国、県、町が一体となって運営について、サポートするように、求められております。次に買い物ができる環境の整備ということで、仮設商業施設を整備して運営を開始すること、それから次ですけれども事業再開支援ということで、浪江町の中で再開をする事業者を後押しすることを国、県、関係機関に求めるというようなことです。それから郵便再開ということで、郵便局をはじめとする浪江郵便局をはじめとする郵便局の再開や、町内で集配を再開していない地域の速やかな再開を関係者に対して要請することとなっております。それから原子力災害に対応した安全確保体制の整備ということで、廃炉作業中のダスト飛散等の事態が発生した場合を想定して、そういったものに適切に対応できるような形で連絡体制を整備すること、それから町民の安全と安心を担保できるような防災計画の見直しを確実に進めることとなっております。それから大きく分けて4つ目なんですけれども、放射線対策ということで、個人線量測定、それから食品の放射濃度測定、それから上水道の24時間放射濃度測定、それから町内全域の空間線量の測定など住民の生活に密接に関連する分野でのモニタリング体制を整備することが挙げられております。最後ですけれども、放射線相談窓口の設置ということで、放射線に対する不安というものが
まだ皆さんに残っている中で、そういった不安に対する相談体制を確立するとともに、きめやかなその相談体制をできる取り組みを取っていきなさいよというようなことが挙げられております。はい、どうもありがとうございました、はい。こちらの委員会なんですけれども、今月中とありますが、もう終了ですか？はい、今後の予定なんですけれども、取りまとまったものを、町長に、提出しております。で、町ではこれを受けて、調整懇談会などを今後各地で行っていく予定となっております。どうもありがとうございました。この件に関してですね、町長からの動画というかメッセージをいただいてますのでご覧ください。こちらになります。こんにちは。今浪江町は避難指示解除の有識者検討会の報告書がまとまってですね、その検討を今しておるところです。で、この検討についてはですね、町民の皆さんと久しくお会いをしながら皆さんのご意見、それを聞きたい、聞く機会をですね、設けますので、ぜひご参加いただくようお願いしたいと思います。まあ、今町としては非常に大変な時期でありますけれども、まあ、皆さんも健康にご留意をしていただいて、一生懸命元気に頑張っていただきたいと、このように考えています。以上です。はい、はい、町長ありがとうございました。はい、というわけで、浪江チャンネル第13回は以上になります。はい、次回はいつでしたっけ？4月15日です。はい、はい、ではまた15日にお目にかかりましょう。はい、はい、さようなら。